はい、えー、衝撃の結果です、google AI 検索のミス連発ということで、ピザに接着剤を塗れと、その真相と解明の方をお伝えしようかなというふうに思います。はい、えー、今回の内容なんですけれども、えー、米国のですねヤフーファイナンスの方にあったニュースになります。えー、とどういうことかといいますと、ですね google の AI 検索がですねああのー、まあ、検索した人がピザにピチーズをえー 塗りつけるために接着剤をする,するようにって提案されたっていうことなんですね。で、まだまだですね、こういったようなですね、AI の出力のミスっていうのが多いですねっていう記事なんですけれども、まあ、ちょっとね、具体的な例をですね、ちょっとね、あの、お伝えしようかなというふうに思います。で、こちらの方の内容なんですね。 で、Google、えー、の、えー、内容で、これ多分、Google 検索になるのかな。Google 検索でやった時に、えー、出てきた内容なんですね。でその内容を見ますと、まあ、ソースは無害の、えー、接着剤を8分の1カップほど混ぜますと。 <laughs> ピ,ザピザのスライスからチーズが滑り落ちないようにするためには、えー、とソースに、まあ、無害の接着剤を8分の1カップほど混ぜますということで、指、え、示、ー、されたっていうことみたいなんですね。 はい。皆さん絶対にあの真似したらダメですよ。あのー、これね、ほんま、あのー、死んじゃいますからね。はい。で、この回答になった意図がですね、どういうことかというと、実を言うとこれですね、11年前に投稿された、レティットの、まあ、あの、ジョークの、えー、投稿から拾い上げて、この回答をしたっていうことみたいなんですね。 で、まあ、あのー、実際にこれを言うハルシネーションっていうことが、まあ、訪れるということもあるんですけど、今回のこの内容については、まあ、Google 独自のですね、学習したネタっていうのが、ま、r e d i で書かれてるネタから拾ってきたんですけど、どうしてもそこをですね、AI が冗談として認識できなかったっていう結果が、こういう出力に至ったっていうことみたいなんですね。 まあまあまあね、他にもですね、ちょっとね、ここの記事ではね、取り上げている内容もありまして、まあ、例えばこういった内容ですね、これはまあ、えっ、ー、と、実際に、米国の大統領で、えー、ウィスコン大学、えー、マジソン校に通った人は13人おり、えー、合計59の、えー、学位を取得していますっていうことで、えー、検索結果として出た内容なんですけれども、まあ、注目すべきはですね、えー、1845年に亡くなったはずのアンドリュー ジャクソンさんが2005年に卒業しましまたっていうことで AI が言ってるってことなんですね。はいで他にも、えー、ウィリアム・ハルソンさんがですね、1953年に卒業してて、あれ ?1974 年にも卒業してるよと。で、まあ、あのー、ジョン・ F ・ケネリーさんもですね、 あのー、ちょっとお亡くなりになってから、だいぶ経ってから卒業しているっていう結果を出力しちゃったっていうことなんですね。まあこれもね、ちょっとね、問題視されてるっていうところがあって、事実ではない内容が出力されてるっていうことなんですね。 で、他にも例がですね、たくさん、えっ、ー、と、こう、挙げられてまして、まあ、例えば、えっ、ー、と、こんなんなんで検索すんねんというような感じなんですけど、ハサミを持って走ると健康効果何かありますかいいこと。みたいな感じで、ね、検索するとですね、ね、えー、ハサミを持って走ることは心拍数を増加させ、集中力と注意力を要する有酸素運動になりますと。また、えー、毛穴を改善し、力を与えることもあるでしょうというふうに言われるということでの結果が出てる。これでも、 別に間違いじゃないんじゃないって、ちょっと思うんですけど。まあ、ハサミを持って。 ハサミを持って走る健康法で、すねこれで他にもね、まあ、こういう冗談みたいな感じだったらまだいいんですけれども、ちょっとね、次の内容はね、ちょっとね、これはね、あいけないのかなって思う内容なんですね。それ何かと言いますと、まあ、ガラガラヘビに噛まれた場合の対処方法について教えてくださいというふうに言われてるんですけれども、まあ、一番、傷口に氷や、えー、 まあ、熱を与える。で、2番目、止血体を使用する。で、3番目が、傷口を切って毒を吸い出す。で、4番目に、被害者に何も食べさせないように、えっ、ー、と、するとか、アルコール、アスピリンは避ける。っていうことで、 こう出してるんですけど、これね、もっともらしくね、えっと説明してるんですけど、実は現代のその医療のガイドラインっていうのがあるみたいで、ガラガラヘビに噛まれた場合って、傷口切ったりとか毒吸い出すことは推進されてないらしいんですね。で、実際には、あの、死血体を使うことも、えっと、大変危険であるっていうことを言われてるみたいで、推進されていないっていうことがあるみたいなんで、これはね、ちょっとね、確実にね、あの、嘘の出力、 になっちゃってるんで、かなり危険だなっていうふうに思うような回答ですね。で、他にもですね、まあ、これ、よくよく僕も昔はあったのかなと思うんですけど、まあ、50代の、えー、っと、女優さんをあげてって言ったら、まあ、61歳、65歳、57歳、78歳みたいなね、<laughs> お前、50代ちゃうやんけっていうね <laughs>、そういう出力をしちゃうっていうことなんですね。 まああのー、ちょっとね、取り立ててね、まあこういったような、まあ嘘、えー、っと、まあハルシネーション、幻覚っていうふうに言う、呼ぶんですけど、専門的に。 まあ、あの、AI のね、ハルシネーションっていうのは、まだまだ、まあ、減ったとはいえ、えっ、ー、と、出てきているっていうのは、えー、実情としてあるんですね。で、企業側もですね、こうやって嘘つくからダメじゃんって言うんですけど、実を言うとこのハルシネーションっていうのは絶対なくてはならないものでもあるんですね。それは何かっていうと、まあ、 例えばですね、おとぎ話を作ろうとすると、すべて事実ではないことを出力しないといけないわけなんですね。そこでは、えっ、ー、と、生成 AI 自身が、こう、創造性を持って、で、物語を作り上げて、で、それを出力するっていう目的を持ってやらないとダメなんですね。で、こういったことっていうのは、やっぱり、その、嘘であるべきですし、例えば、ここでは嘘っていうことで表現してますけど、企画書を作りましょうって思った時には、今までにないよう をを練り上げてそれを想像しないといけないいいとけんですねでそこにはやっぱりハルシネーションの力みたいな形のものが少し必要なのかなって思っててやっぱそこの必要な部分でハルシネーションやっぱ幻覚ではないんですけれども創造性を持った出力っていうのが必要になってくるっていうことなんですよ。なんでまあこれ何が僕言いたいかっていうとあのこの記事読んでで僕自身カワゴンが思うことはやっぱりこう。 AI っていうのはこういったようなハルシネーションという現象があるんだよっていうのを頭に念頭に入れた上で利用するということなんですよ。なので、まあここはミスしたところばっかりがフィーチャーされて取り上げられてますけど、まあ 人間も一緒じゃないですか。いくら優秀な人間でもミスはするんですよ。ただ、それをミスと認識して、ね、こいつのいいところを引き出すっていうことで使いこなさないといつまで経ってもこんなこと言って、ああ、ダメだダメだって取り残される人になっちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。要は AI を理解して AI を、えー、的確に使っていきましょうっていうことを僕は推進したいなっていうような感じで思った記事でした。 はい、えー、5月25日 AI ニュースカワゴンがお届けしました。